はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。タンポンです。タンポンが実況する、ディスモナード2、今回第5話目ですね。続きの方をプレイしていきたいと思います。実はですね、今回の、動画なんですけども、前回アダマイア研究所、駅の手前で終わったんですけども、そこがですね、なんとそこからね、続きをプレイしてたんですけども、まさかのね、このゲーム自体が落ちてしまってですね。ゲームが落ちてしまって、どうやらここから続きをやっていかなくちゃいけないという、ことなんですよ。はい。まさかの事態だって。そこにあるルーンをね、取りに行こうと思ったらですね、まさかの、ゲームが落ちてしまって、せっかくね、その前で、やってたね、ところが、出てこなかったということで。まあ、しょうがないですね。でね、ルーンがね、そこにあるんですよ。で、ただね、そこがね、どうやらね、食堂、なんですよ、ここ。そこにね、二人いて、で、一人がいるんですけども、ちょっとこの子は、やって大丈夫なんですけど。実力を確かめてやるよ。逃げられないぞ。戻ってこい。準備はいいか。お前は終わりだ。命令を。てててて。バラバラにしてやる。てれれれれれれれ。見つかるよね、それは。ああ。怖い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 。冗談じゃない。おお。奴は負傷している。動くな。目を刺すわ。やめてやめて。気をつくんだ。待て、これは。許しを乞え。やだー。動くな。やめろ。やめてくれ。ひざまずいて許しを乞え。どうやったんだ。よし。怖い。エリクサーいっぱい使っちゃった。やつはどこだ。見つけたぞ。お前の血は後で。いてえ。そら無理だわ。そら無理だわ。いやー、ルーン取れてないよね、あれ多分。いやー、そら聞いてないよって話ですわ。どっからだろう。いやー、はははで、ちょっと強行突破しちゃったね。どっからですかね。まあ、こっからでしょうね。はい、了解です。ルーンが取れてることを祈りたいが、取れてないですね。頑張ります。そこね。ひどい味だった。向こうあれからは一人一体来あのるん激だよしい女ね。だった。多分リバークラストだ。なるほど。そのミルクがコイン2枚。ひどいところだ。シャドウキルでくそ、右トイレに行きた側い。を排除して、で、
回ってるやつをどういう風に倒すかだな。怖いです。退屈だ。この騒ぎは何だ。くそ、何だ。やばい、バレた。ピストル戻ってこい。逃げられないぞ。なんだ、一体。このクソが。女は負傷している。とどめ。あー、いて悪いな。あー、突破したぞ。パン食べよう、パン。あー、美味しい。おー、美味しい、美味しい。あー、美味しいです。あー、ルーンが？ルーンは？この上か。上の階か。アーリーチで。上がりまして、あー痛かったわ。あ、超痛い。この上ボーンチャーム、ボーンチャーよくあの騒ぎ、こいつ気づかねえな。向こうか。え、でもドアなくない？上の階ってことかな。あ、壊せる。開けて。怖いな。いやー、何かあるかい？アダマイヤソリューション、他はないね。なんかアイテムあるかと思ったんだけど、ここには何もないね。これがこっちにあるってことは、なんかいけそうな気がするけど。あー、どうやって行くんだろう。これどこにあんの、これ。これ反対側にあんの。もうちょっと調べるか。わからないな。ルーンは回収したいね。ボーンチャームよりルーン回収優先でいきたいね。あー、上の階に結構あるな。一人いたな。上の階に行こう。あー、一人いる。二人だ。ちょっとこのまま行くのは危険だな。怖い。ハーリーチあの上まで飛べるかな。ダメだダメだ。お休み中ですね。いやー、どうしようかね。ルーン回収したいんだけど、これ、あ、エレベーター。
よしよし。怖え。はい、ハイペシアのオフィスかもしれない。オフィスか。上にもあるね。まあいいか。俺たちが留めておきたい場所に彼女がいるようにしろ。ハイペシアは決してアダマイアから出ない。覚えておけ。上官、彼女が行方不明になった夜どうやって抜け出したのかがまだわかりません。これは大変、大変だな。研究所の地図。わかったか。理解できたと思います。地図。地図を入手しなくちゃいけないのかい？それは聞いてないよ。それは聞いてないな。あ。なんかついたな。ボーンチャームがある。何があるんだい？あ、いる。ああ、オッケー。鍵。オフィスがどこにあるんだ。オフィス、はあ、はあ、はあ、4階ね。上上がります。4階ですか。いやー、ルーンとかいろいろ回収したいけどな。OK。 OK。鍵を探そう。鍵あった。よしよしよし。ああ、エリクサ。上にルーンがあって、ルーンが僕はルーンが欲しいんですよ。上になんかあるな。ここは開くね。外に出たのかこれ。いないね。一人いる。アーリー位置にして、すいません、失礼します。おやすみなさい。僕はルーンが欲しいんです。ルーンが欲しいんです。いないね。多分いない。アウトサイダーのサイダー。おお、またこれか。歴史の改変を目にするのは非常に面白い。とある誰かの口から出た言葉が別のものに伝わる。不完全な形で半分だけ理解され、不十分に記憶される。何年かすればクラウンキラーという物語はねじられて投げられる。まるで金属のようにな。
ある者は恐るべきモンスターだったと語る。別の者は裏切りの犠牲者だった。それを知ったお前によって封印されたとな。だがお前は真実を覚えているだろう。少なくともお前の。はははルンゲット。おお、やった。いやー、やったよ。シャドウキルがこれはいいね。無警戒で殺しちゃいすぎて死体が残らない。これは強いよ。よし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 。よしよし。あ、セーブが入りましたね。黒のボーンチャームっていうのは何なんだろうね。ルーンがあと1、2、3。で、3階に1個あったから、あそこの上のボーンチャームをちょっと回収しに行こうか。ああ、この最上階にあるんだね。よし、じゃあ今回はじゃあそのルーンとかを回収したところで終わりにしようか。クロスボウに変えておこう。の上は何かあるかい？トリップワイヤー。あぶねえ。トラップ。ハミルトンの鍵が必要。はははなるほど。じゃあ、はあ、ははあ。何かまだアイテムがあるのかな。何かアイテムが文書系かな。まあ何もないね。 OK で、あはは。よし、じゃあ下の階に行こうか。確か3階だよね。3階。よーし。まあでも、シャドウキルのレベルを上げたから、ね、万万が一敵に見つかっても、ブラッドフライも、ああ、群がってる。怖い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 。あ、すんげえ怖い。ちょっと待って、そんな聞いてないよ。ああ、そんな聞いてないよ。ちょっとどうすればいいんだい。お、ちょっと待て。帰り道が怖いよこれ。どうすればいいんだい。そこに行くのかい。後ろからの、後ろからの。あー、怖かったよ。あー、もうやだー。あそこ絶対帰り通りたくねえな。あ、誰かいる。うぃ
るんですか、何やってるんですか。ボンチャームとルーンがあったらしいけど絶対通りたくない。絶対嫌だ、あんなの絶対嫌だ。おお、はあ、はあ、はあ、よいしょ。話す。ルーン、ルーン。バレないよね。ポンチャームをください、ポンチャームください。拾、よし、何、何を拾ったのかな。あ、これいらないな。これやだな。あ、はい、マイナスマールっていうボーンチャームなんだね。なるほど。セーブ中。こんなに物を忘れはしなかったんだけど、記憶障害。放つ。あなたは私の患者さん。ごめんなさい。普通は覚えているはずだけど。聞きたいことがあってきたの。怪我のせいで顔を隠している。私たちが治療しているのはごくごくありふれた病だけよ。治療のためじゃない、アントン・ソコロフを探してるの。ソコロフを、彼は少しここにいたわ。彼女が連れて行ったの。キリン人道士のところへ。今何か聞こえた。クラウンキラーはあなたの患者。クラウンキラー、新聞で読んだ気がするわ。悪いけど私には。そうだ、確か殺人鬼ね。私はダンウォールでボゲインから見つかった病気を研究していて。待って、今誰か私を呼んだ。え、最近物忘れがひどくて。クラウンキラーはとても興味深い事例よね。本来はきっと力になれると思う。何これ、昔と違ってこの記憶障害のせいですごく困っているの。私を呼ぶのは誰。失礼するわ。これだけ、セーブ中。クラウンキラーについて調べる。はは、療養所を探索する。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回はですね、ちょっとここから続きをやっていきたいと思います。ブラッドフライをちょっと絶対増やさないようにカオスレベルを低くやっていきたいと思います。次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。